相手にしたい、相手にしてもらいたいって人を絞り込んで、その人の方向をこうちょっと向いて、ちょっとそっちの方に一歩足を踏み出すだけで、あなたの農業ってガラッと変わるんです。ガラッと変わるんです。たったこれだけのことなんですけれども、これを やった人、いわゆる初めの一歩を踏み出した人と、いや漠然となんとなくがむしゃらにやってる人、今は差はありません。だけど、明日も差はありません。だけど3ヶ月経ち3年経っていく間に、あれっていうふうに、こんなふうにこう差がこう開いていくんですよね。さあ行きましょう。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。このチャンネルはですね、私の農業経験をもとに、新しい農業、そして稼げる農業を実践できるように、中堅若手農業者さん、そして新規農業者さん向けに毎日配信させていただいております。ということで、今日も農作業しながらでも結構ですので、一緒にこちらの農を耕していきたいと思います。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。シリーズでお届けしております農業経営学ですね、第15回目、農業マーケティングを今お届けしております。今回特にですね、こちらですね、セグメンテーション編ということで、なんだそれはと、まあ細かく言うと、あなたは誰を相手にしていますか、もしくは誰に相手にされようと思っていますか、というようなお話です。さあ、農業といってもね、まあ、私はビジネスだ、ね、農業も商業だというような形でずっとね、この動画を配信させていただいておりますけれども、まあ、なかなかね、自分が、何のために農業をやってるんだろうとか、まあね、誰にこれを食べてもらってるんだろうとか、あまり意識せずに、まあ、一生懸命目の前のね、農作業をするって方が大半じゃないでしょうか。ただ、これからですね、もうとっくにもうこのコロナが、まあ、やがて収束する、もしくはコロナと一緒に暮らしていくっていう新しい生活様式、新しい価値観が生まれた中で、もう人が物を買うというこの購買行動、消費行動というのが大きく変わってきたんですね。まあ、これ詳しくは6月5日のセミナーでお届けしたいと思ってるんですけれども、その中でじゃあ皆さん方は誰に対して商品を提供しようとしているのか、誰と一緒に組もうとしているのか、もしくは誰から選ばれようとしているのかって、こういうものをですね、自分で決めていく時代になりましたよってことなんですね。ちょっとまどろっこしい言い方なんですけども、要はどことビジネスするのか、まあもっと砕けた言い方すると、誰からお金をいただくかってことになります。で、それを、ざっくりとしたんではなくて、もう明確に絞り込むんです。明確に絞り込む。これをセグメンテーションというふうに言います。まあ、ちょっと、耳だけでね、聞かれている方は、まあこちらのホワイトボード見れないと思いますけど、まあ、言葉で説明すると、まあ、大きな市場、マーケットっていうのがあります。この大きな市場をこういうふうに分割します。で、分割するのをセグメンテーションと言います。あ、これはこれね、これはこれね、これはこれね、大きな市場の中 でその中の一つを選ぶことをターゲティング、いわゆるターゲットですね、ターゲット。で、そのターゲットをさらに絞り込んで、よし、じゃあこのターゲットの中で俺は、私はここの部分は絶対うちの商品、うちのサービスっていうもので、お客様を確保しようなんていう考え方、これポジショニングっていうんですけども、もう一回いきます。大きな市場があって、この大きな市場を分割します。とにかく分割します。で、分割して、そのうちの一つを、ここだっていうふうに狙いを定めて、でさらにそのターゲティング、ターゲットの中で自分はどういうポジションを取っていこうか、どういうお客様と付き合っていこうかっていうふうに絞り込んでいく、まあ、これをセグメンテーションというふうに言いますね。まあ、今までね、農業やっててセグメンテーションなんて使う機会もほとんどないと思いますけれども、まあ、でもこういったのをですね、まあ、いわゆる大学とかではの、経営学とかでは教えていますし、私のね、大学、私は大学も行ってないんですけれども、まあ、行ってないというか、行っては席はあったんですけど、ほとんど行ってなかったんで、まあ社会人になってからこういうの勉強したんですけど、やっぱり農業者もこの経営学っていうことで、このマーケティングね、まあ、マーケティングだけではありませんけれども、まあ、他にもマネジメントとかリーダーシップとかありますけど、このマーケティングっていうの中のこの経営学の大きな、誰と取引するのか、つまりお金をどうやっていただいていくのか、まあ、これこそが稼げる農業、まあ、利益を上げる農業なんですけど、ビジネス農業なんですけど、ここをね、しっかりと、
抑える、これがまあいわゆるこれからの新しい農業のスタイルだというふうに思っています。さあそれでは具体的にちょっとお話していきますね。前回それこそ 4P 戦略だとかね、 4C 戦略だとかね、もう難しいマーケティング用語がいっぱい出てきましたけども、要は我々がやってる農業というのは一次産業なんです本来は。ところが今二次製品というものを作ったり、さ最終的には末端商品というものを作って売ることができるという、農業業界が一番今多様化して複雑になってる。もう昔、まあ昔の話をするとまたね笑われるかもしれませんけど、まあ、つい30年前までは、とにかく農家っていうのは黙って作る、いいものを作って、それを迷わず農協さんもしくは市場さんに持って行って、振り込まれたお金で暮らしを成り立たせる、まあ、それで十分豊かな暮らしができていたんですよね。ところが最近はそういうわけにはいかないと、まあそもそもが物が売れない時代、物が余ってる時代で、胃袋がちっちゃくなっている、そして生産技術が上がっているっていうことで、まあ、ちょっと物が余れば暴落するっていうような、まあ世の中になりました。でその中で、作っても安くなる、作っても利益が出ないっていう、まあちょっと地獄絵図が今すでにもう始まってるわけですよね。じゃあこれからどうなるのかって、これから先もまた農産物が、ね、バカ値高値で売れるような時代になるのかって、まあ多分ならないと思います、っていうふうに、予測してるがために、じゃあ今何をすべきかっていうのを、まあ、こうやって毎日、まあ、大きなお世話なんですけどね、こうやって誰から頼まれてるわけでもないけど、みんなこれから大変なことになるよ、今のうちにね準備しとこうねって話を、まあくどくどやってるってことなんですけど、まあ、すいませんまた前置きが長くなったんですけど、まあ、要は材料で勝負するのか、製品で勝負するのか、商品で勝負するのか、これも前回のおさらいですけど、材料で勝負するなら市場 JA 材料で、市場 JA さんとの、いわゆるセグメンテーションになりますよね、という市場になります。で製品で、戦うなら市場は EC サイトや製菓業者さんになりますし、商品で戦うならば自社サイトだったり、まあ、自社店舗でが、マーケットになります。で価格は材料で戦うならば材料卸価格、製品で戦うならば卸価格、そして商品で戦うなら末端価格、これこう前回お話ししました。さあそこでまずはじゃあ、一番目に、じゃあ自分が、まあ、自分のところでもインターネットで売ったりとか、店舗を抱えて売りたいっていう方はこの末端価格で売ります。でそこでいきますよ。じゃあ市場は決まりましたね、市場は決まりました、商品として勝負しようというこの市場が決まったわけです。じゃあセグメンテーションしていきますよ。セグメンテーション、じゃあこの自分ところで売りたいっていうのは分かったんですけど、じゃあ誰に売るんですか、誰を相手にするんですか、こうざっくりと4つに今セグメンテーションしました。まず1番目が地元客、地元のお客さんが来てくれるようなお店にしようと、ね、自分のところにまあ納屋を、改装して、まあ、直売所を作ったっていう体でいきますよ、そこに地元のお客さんが来てくれればそれでいいやっていう風な、セグメンテーションなのか、いやいや、もうちょっと県内全域からお客さんが来てほしいなっていう風な、セグメンテーション、もしくは国内全各地から県外からも来てほしいなっていう風な、まあターゲットに絞り込むのか、いやいや海外からも来てほしいんだっていう風に、分けるか、つまりマーケットはあくまで個人なんだけども、その個人っていうものをさらにこう分割して考える。さあどうします、地元客を集めるんだったらそれ手配りのチラシでポスティングでいいですよね、こういう野菜ありますよ、こういうお店始めましたよ。ところが県内のお客さんに、アピールするのにこうね、いちいちこのポスティングしていくわけにはいきませんよね、まあ、そうなってくると新聞の折り込みチラシかなんかが一番効果的になります。そして県外の人たちにもう発表していくには、まあ、これはチラシ広告出すの大変です、まあ、そんな時に便利なのがいわゆるウェブ広告とかインターネット、いわゆるウェブサイトということになりますよね。でさらにこれ海外客まで視野に入れていくとなれば、今度はそのサイト自体も外国語にこう翻訳通訳できるようにしとかなきゃいけない。ほらこんな風に、市場は分かった、その市場の中でさらにセグメンテート分けていって、そしてその中でじゃあ私は、県内のお客さんを絞り込もうというターゲティングをする。でターゲティングした中で、じゃあ県内のお客さんでうちと似たようなところはどんなことをやってるんだろうか、 あそこの店は夏場だけしかやってない、冬はシーズンオフなんだ、じゃあ私は冬の間、直売をやるようにしよう、なんていう風にポジションが決まる、はい、これを、セグメンテーションするっていうふうな言い方。じゃあ次の事例いきますね。次じゃあ例えば製品ね、自分のとこで材料を、まあ、一次加工しますよ、いや袋詰めぐらいまでしますよ、まあ、そうなってきた時に、まあ、誰をターゲットにするとか、3つここに、セグメンテーションします。まずは大量生産したいな、大量生産したいなって言った時は大量に扱うので量販店にやっぱりアプローチかけなきゃいけない。だけどうちはそんなに量がないなと思ったらやっぱ中規模の、中規模のスーパーさん、3店舗とか4店舗とか持ってるスーパーさんにやらなきゃいけないし、いやうちはもっとやっぱり規模がちっちゃいんだとなればやっぱり直販サイトやもしくは直売所っていうところを、まあ、セグメンテーションしなきゃいけない。
でその中でじゃあうちは、中規模スーパー失礼しました、中規模スーパーを狙うんだっていうことになれば、この中規模スーパーに狙ってる人たちがいっぱいいらっしゃるから、その人たちが あの人はじゃがたま人参で根物で勝負する、じゃあ私は野菜類でキュウリやトマトやピーマンでやろうとかいうふうに、まあ、地域も含めてですけど、どういったところでのポジションを自分が狙っていくのかって結構大事になっていきます。さらにさらに今度はじゃあうちは材料で勝負なんだ、うちは農協に出してるんだ、市場に出してるんだとなればどうなるのかっていった時に、じゃあ東京とか大阪とか名古屋とか福岡とか大きな大きなところの市場を狙う、まあ、例えば東京大田市場もしくは豊洲市場というふうに中央卸売市場を狙うようなところにで勝負するのか、もしくはいや自分とこそんなにロットを持ってないから、そうなれば当然地方の卸売市場になりますよね、というように市場に相手にするだけでも農協というグループになって、中央卸売市場で戦うぞっていうのであればそっちの、セグメントを分けしてそこで戦略を立てなきゃいけないし、いやいや私はあくまでも山下農園個人ですよってなれば、そんなね大田市場にね、まあ大田市場も実はね私も以前出してたんですけれども、あ築地、当時の築地ですね、まあ、その時はちょっとこだわりのコーナーっていうのがあったんで、まあ、そこでやり取りしてたんですけれども、まあ今ちょっと詳しく分かんないですけど、まあ、基本的に規模が小さければ地方卸売市場っていうと戦うことになります。さあこのように市場があって、それを分割してセグメンテーションしてターゲットを決める、でターゲットを決めたならそこで自分はポジションを取っていく、この活動が非常に今から大事になってきます。とにかくなんとなく一生懸命おいしいものを作ればなんとかなる、なりません、そんな甘い世の中ではありません。とにかく誰と付き合って誰を相手にするのか、いや逆に言うと誰から相手にされるのかって、これ非常に大事になります。で今私もノーテラス会員って、まあね、全国に、ね定期的にこうレクチャーするようなメンバーがいるんですけども、そういった人たちはですね、とにかくもうまず一番最初これをやります。誰と勝負する、勝負する、誰と商売する、誰と取引できるようになりたいっていうふうに今ちょっと言い方悪いですけども、他の農家さんっていうのはあまりこのセグメンテーションっていうのは考えていらっしゃらない、やみくもにやっていらっしゃる。でそこをピンポイントで狙って、うちと取引していきましょう、うちと取引していきましょうって言ったら、そこはどん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 独り勝ちしていくんですね。ですからまあこの動画をご覧いただいている方もですね、ぜひこういった戦略を立てていただくと、まあ、今まだ皆さんが油断している間にですね、まあ、2年後3年後は独り勝ちできるようになるかもしれないというようなお話です。そして最後、これですね、まあ、例えば飲食店を対象に飲食店っていう市場をね狙うときはまたセグメンテーションします。まあ、例えばフランチャイズでいう大手と取引する、もしくは2番目、まあ、こだわりあのオーナーシェフとかね、ちょっと高級のねアッパークラスの人が来るオーナーシェフをターゲットにしたい、対象にしたい、もしくは地元のレストラン、地元の定食屋さんみたいなのを、取引したいというふうに、考えられる方もいらっしゃると思います。まあ、この時も同じように、ポジショニングっていうのが必要になっています。でフランチャイズで取引するときには当然のことながら、やっぱり、店舗数が300店舗500店舗あるようなところには安定供給をするということがやっぱ求められていきます。でところが2番目のこのオーナーシェフさんと取引するときには、オーナーシェフさんは、まああっても 2,3 店舗でしょう、まあ、こだわりのお店ですから、やっぱりこだわった食材、こだわりっていう物語とか、そういった価値っていうものを提案していかなければいけません。そして最後にこの地元のレストラン、地元の、まあ、定食屋さんとかは何かというと、ああもう山下さんが持ってくるなら安心よねっていうこの信頼関係なんですよね。ですから あんたのところのお父さんもよく知ってるわっていうような、その信頼関係で成り立って、というように自分ところのポジショニングっていうのもガラッと変わってくるわけです。さあ今日ちょっと不思議な話をたくさん、不思議っていうか、そう言われてみればそうだよねっていうようなことだったと思いますけれども、さあいかがです、皆さん方は、どの市場でどんな風に分割して、どこのターゲットを狙って、その中でどのようなポジションを取ろうと思っていらっしゃいますか。はい、ね、これがいやそんなこと考えたことない、そんなこと、思いもしなかったって方もしかしたらたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういった方々がああなるほどね、そんな風に考えて、そんな風に明日から、まあ、毎日同じようなことやったんだけどちょっと意識して、こっち側のこの中、こっち側のこの中のそのうちのここのそのうちのここっていうふうに、だん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 こう自分が、相手にしたい、相手にしてもらいたいって人を絞り込んで、その人の方向をこうちょっと向いて、ちょっとそっちの方に一歩足を踏み出すだけで、あなたの農業ってこうガラッと変わるんです。ガラッと変わるんです。
たったこれだけのことなんですけれども、これを やった人、いわゆる初めの一歩を踏み出した人と、いや漠然となんとなくがむしゃらにやってる人、今は差はありません。だけど、明日も差はありません。だけど3日経ち、3ヶ月経ち、3ヶ月経ち、3年経っていく間に、あれっていうふうに、こんなふうにこう差がこう開いていくんですよね。いい話だと思いませんか？ぜひね、皆さん方ね、ポジショニング、失礼しました、まず市場を決めて、セグメント分けして、ターゲティングして、そしてポジショニング、これをねぜひやっていただきたい。まあ、こういった話をですね、まあ、実は今度は6月の5日のね、まあ、セミナーでもっと具体的なね、戦略的な話をしたいと思います。まだね、おかげさまでね、先日こういう発表したらもうすでにね50人ぐらいのね応募の方がいらっしゃいましたので、もしまだ申し込んでない方がいらっしゃれば、無料ですので、まあ、ぜひ、もっと身になるような話をしたいと思いますので、ぜひご参加いただければと思っております。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、最後にお知らせをさせてください。無料のオンラインセミナーを開催いたします。日時は6月の5日土曜日になります。時間は13時30分から約1時間ほど、 Zoom を使ってのオンラインセミナーですので、ぜひ、全国どちらからでもご参加いただきますので、よろしくお願いいたします。テーマはですね、これから農業で生き抜く知恵ということで、まあ、内容はねこちら3つあります。これから売れない中途半端な農産物はこれだとか、まあ、高値でねいちごが売れた理由、そして、自分で販売できない農家さんが、まあ、自ら販売できるような方法ということで、まあ、このセミナーの目的はこれからのね、まあ、農業者の中心となる若手農業者さん、そして新規農業者さん、もしくは農業ビジネスをサポートするね、指導者の方々にお勧めしております。ということで、ちょっと先の未来を予測する、次なる一手をですね、そういったヒントが必ず見つかると思いますので、まあ、ぜひ無料セミナーなので、ぜひ、お申し込みください。お申し込みはですね、まあ、概要欄にページリンクを貼っておりますので、そちらから、お申し込みいただけます。ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。